やあ、ゆい。あ、パパ、お一人ですか？まあ、適当にうろうろと。そうだ、ゆい。せっかく会ったんだし、一緒に散歩しようか。本当ですか？はーい。それじゃあ行きましょう。あの花壇は、ワン吉のお気に入りの場所だったんですよ。花が好物だったのか？もう違います。花を見ているのが好きだったんです。他にも高台や噴水も好きでした。今頃ワン吉は何をしていますかね。きっと森を走り回っていると思うよ。走り、きっとそうですね。ワン吉のクエストは未だ続きが発生していない。ユイも早くワン吉に会いたいと思っているはずなのにな。ところで、ワン吉は人里に迷い込んだと言っていましたよね。ああ、そうみたいだけど。なぜ森を離れて人里にやってきたんでしょうか。確かに餌がなくなったから森から出てきたというのはよくある話だけど、あの森、特に餌が不足しているような状況には見えませんでしたよね。となると、なんでだろうな。メッセージだ。アルゴからだな。至急話がある、来てくれ。か、なん、行ってみましょう。だな。呼び出して悪かったな。ユイちゃんも一緒だったのか。こんにちは、アルゴさん。それで話っていうのは何だ。ああ、実はワン吉のクエストが進行したんだ。え？おお、本当か？待て待て、進行はしたけど、喜んでばっかりもいられない内容なんだよ。次の目的が、森でコボルドの討伐ってなっていてな。コボルドの討伐？森がコボルドに荒らされているらしいんだ。そんな、確かに喜ばしい内容じゃないな。そっちの準備が良ければ俺っちはいつでも出られるぞ。分かった。私も行きます。ユイ、それはやめておいた方がいいぞ。内容的に戦闘がメインのはずだからな。でもワン吉が危険な目に遭っているかもしれないのに、街で待っているなんてできません。迷惑なのは分かっていますが、お願いです。私も連れて行ってください。ふぅ、しょうがない。連れて行くかどうか決めていいぞ。分かった、一緒に行こう、ユイ。ありがとうございます。じゃあ準備ができたら森に向かおう。ワン吉、どこですか？いないな。目的地はこの辺りで間違いないんだけどな。おい、アルゴ。ああ、俺っちも気づいているよ。ユイ、じっとしているんだ。はい、気をつけてください。行くぞ、アルゴ。はいよ。はっ。あらよっと。今のでラストじゃないみたいだな。ま、ちょっと数が多すぎないか。同感。それぞれは大して強くないけど、これだけいると骨が折れるな。ユイ！しまった！今度はユイちゃんのいる方からもポップしてきたのか。くそ！ユイ！間に合え！わあ！ユイ！ワン吉！私は大丈夫です。ワン吉が助けに来てくれました。
のでかいのがワン吉なのか。確かに首輪がワン吉のものだ。ワン吉、前方にコボルドが出現です。ギリギリまで引きつけてください。今です。右に回避。コボルドの体勢が崩れたぞ。アルゴ、やるなら今だ。了解だ。はあ、今度こそ片付いたよな。多分な。お二人とも大丈夫ですか？このクエは4人以上推奨って言わないとダメだな。ワン吉のやつ、随分と大きくなったな。本当に背中に乗れるほどでかくなるとは思わなかったよ。ありがとうございます、ワン吉。ワン吉？何か様子が変だな。なあ、ちょっと様子を見せてくれ。どうですか？ものすごく弱っているみたいだ。戦いでは攻撃を受けていません。おそらく俺たちが来る前からコボルドたちと戦っていた。クエストの筋書きってやつか。ファン吉、もう立っているのも限界なのに、ユイちゃんを助けるために最後の力を振り絞った。そんなファン吉、しっかりしてください。ユイ、ワン吉、ワン吉、ユイちゃんを守るなんてすごいな。ユイ、大丈夫です、パパ。ワン吉、守ってくれてありがとうございます。おい、あそこを見てみろ。子犬？1、2、3、5匹もいるぞ。もしかしてこの子犬たちって、ワン吉の子供だろうな。きっとワン吉は子供を守るために戦ってきたんだ。おいで。あなたたちのママは立派なママでしたよ。小さい頃のワン吉にそっくりですね。アルゴさん、まだクエストは続いているんですか？調べてみるから待ってくれ。ああ、続いているみたいだな。私、絶対にこのクエストをクリアしたいです。そして、この森とワン吉の子供たちを守りたいです。俺もだよ、ユイ。ワン吉が守ってきたものを守りきろう。俺っちも協力するよ、ユイちゃんと。さあ、未開のフィールドに突入だ。こりゃどう見ても砂漠や荒野ってイメージだよな。どういうステージかつかみづらいね。道なりに進めばいいんじゃねえか。見渡す限り砂漠で道がわからないですけど。まあこういう時は勘だよ、勘。大丈夫かな。ヒントがないのも事実だし、周りを見るためにも少し歩いてみようか。ねえ。ん？
誰もあえて言わないようにしていると思うんだけど。どうぞ。熱くない？ああ、そう思わないようにしてたのに。もうダメ、熱いよ。まあ砂漠だもんな。ゲームなのにこういう部分の再現にはとことんこだわっているわよね。防具脱いじゃおうかな。それは目のやり場じゃなくて、いざ戦闘になった時危ないからやめてくれ。でもストレアがそういうのもわかるよ。はあ、はあ、熱い。こんなフィールドだって思わなかったから、飲み物のアイテムもそんなに持ち込んでないしな。実は僕我慢できなくて、さっきポーションを一本飲んじゃった。あ、それいいアイデア。私もポーション飲んじゃおうっと。みんなおかしくなり始めてる。俺は自分を信じるぜ。振り向かず、ただひたすらに進むだけだ。うおあ、戻ってきた。ほんの数秒前に振り向かず進むって言ってなかったっけ？それどころじゃねえ。モンスターを引っ掛けしまった。新しいフィールドの初バトルか。みんな準備はいいか？動いたらもっと熱くなりそう。でもここまで来てやられるのも尺よね。やっ、よし、行くぞ。ふっ、クライン、スイッチ。わっしゃ、うらー、よし、討伐完了だ。みんな、お疲れ様。ダメージを回復したいけど、ポーション全部飲んじゃったから回復できない。全部飲んじゃったのか？一本飲んだらもう一本飲みたくなっちゃって。ユウキ、私のをあげるよ。はぁ、ほんと？ありがとう、ストレア。でもこれ以上戦闘が続くとなると、私の持っている分でも足りなくなるかも。戦闘があることを考えたら、やっぱり一度戻って準備をし直した方がいいのかも。
最高だ。やるな。最高だ。最高だ。おう、分かった。いいぞ。ああ、分かった。
やるな。はい、わかりました。最高だ。いいぞ。プレミア。ごきげんよう。何しているんだ？一人で散歩か？いえ、今からリズベットたちと出かける予定です。フィールドにでも行くのかな。俺も同行していいか？みんなで出かけた方が楽しいと思います。じゃあ決まりだ。プレミアだけじゃないみたいね。よう、みんな。こんにちは。やっほー。ちょうどプレミアと会ってさ、リズたちと出かけるっていうからついてきたんだ。それってつまりあんたも私たちと一緒に来るってこと？ああ、俺もちょうどでかいクエストが終わったばっかだったしさ。いいだろ。それはどうかな。ん？別にいいんじゃない？ついてきてもらっても。ちょっとリズさん！オッケーよ。でも荷物持ちね。荷物持ち？配達クエストか何かか？プレミアを交えてマーケットエリアでショッピングよ。あ、そっか。俺はてっきりフィールドに行くのかと思ってたよ。違うわよ。でもちょうどよかったわ。やっぱ男の意見。なるほど、確かにそれは大事ですよね。確かに意見はもらえるかもしれないけど。ん？何？買い物だったら付き合ってくれないの？いや、そういうことじゃなくて、なんか以前にもこんなことがあったような気がするんだけど。あったわね。 SAO の時にアークソフィアででしょ。
けど安心して、あの時は確かに下着を買うのに付き合ってもらったけど、今回は違うから。そうか、違うのか。なら一安心だよ。一緒に行きましょう。わかった、それじゃあ行こうか。さあ、目的地に到着。ここはブグヤか。ええ、そうよ。プレミアにぴったりなのを選んであげるからね。ありがとうございます。実は今日の買い物ってプレミアが主役なのよ。みんなが私に似合うものを選んでくれるらしいです。へえ、そうだったのか。だから男性代表としてあんたの意見も欲しかったのよ。ちなみにプレミアに着せるなら可愛い感じのと大胆な感じなの、どっちがいい？プレミアなら可愛い感じの方が。ていうかまだ聞いてないんだけど、結局どんな装備を選ぼうとしているんだ？あれ、言ってなかったっけ？水着よ。水着姿で男の人を濃殺だ。おいリーズ、プレミアに余計なことを吹き込むなって。余計なことなんかじゃないわよ。プレミアだって普通の女の子、おしゃれをさせてあげたいって思わない？あ、そう言われると。だからあんたの意見が必要なのよ。プレミアのために似合う水着を選んであげなさいって。お願いします。わかった、プレミアのためだもんな。あの、せっかくですのでプレミアちゃんだけじゃなく私たちにも意見をくれませんか？え？みんなにも？それって私も入ってるよね？もちろんですよ。じゃなくて、男性の意見を聞けるなんてこれはチャンスです。俺服のセンスとかわからないぞ。大丈夫です、好みだけを教えてもらえれば十分参考になりますから。本当に参考になるかな。ありがとうございます。では早速お買い物を始めましょう。わかった、じゃあよろしく。これだけ種類があると迷ってしまいますね。プレミアはやっぱりワンピースかしらね。こっちのも可愛くて似合いそうですよ。うわぁ、これはどうしました？見てこの水着、とても面積が小さいですね。こうして売っているってことは需要があるってことかしら。男性はこうしたその際どい方がいいんですかね？それを聞くために今回特別ゲストがいるんじゃない？俺のことかな。ねえ、こういうのって好き？なんだよそれ、ほぼ紐じゃないか。さすがに過激すぎると思うよ。では控えめな水着が好みですか？まあ今のと比べれば。ですが控えめすぎるとデザインが限られてきちゃうんですよね。あちらを立てればこちらが立たずってやつだね。デザインを取るか恥ずかしくないのを取るか。リーファはどうしたってそのでっかい胸は隠せないんだから、堂々と見せた方がいいわよ。ちょっとリーズさん。隠せないですか。シリカ、どうしました？ううん、なんでもないよ。
プレミアちゃんは私と一緒に可愛い水着を着ようね。あ、よくわかりませんが、シリカは仲間です。ありがとう、プレミアちゃん。ほれほれ、こんなのはどう？胸元が強調される感じがしない？そんなのダメです。そう言わずにさ、これを着てあいつに似合ってるか聞いてみましょうよ。ダメ。俺はただ水着の感想を言うだけ。深く考えずにこなしていくしかない。さて、それぞれ水着は決まったわね。私も選んでもらいました。どうにか終わったな。ねえ、せっかくだから水着コンテストをしてみましょうか。はあ？ちょっとリズさん。いや、でもここで貴重な意見を聞ければいざ本番って時に失敗しないで済むかも。何ブツブツ言ってんのよ。なんでもないです。それよりコンテストですよね。いいですよ、やりましょう。よし、決まりね。水着コンテストとは？選んだ水着に着替えて誰が一番似合っているか決めるのよ。だから俺はセンスとかないから似合っているとかよくわからないって。まあしょうがないわね。それじゃあテーマを決めましょう。テーマ？あんたが夏の海に一番連れて行きたい子を選ぶっていうのでどう？海に連れて行きたい？わかりやすいでしょ。でもそれって結局水着しか判断材料がないんだよな。そりゃ水着コンテストですもの。じゃあ何かワンアイテム持ちましょうか。夏の女性を演出するような感じで。なるほど。でもそうなると今度は水着が関係なくなるような。そんなことないわよ。ちゃんと水着を生かしつつアピールするから。プレミアもわかった？水着に着替え、なおかつ何かを持つということはわかりました。ここはプレミアも自分でワンアイテムを選んでみましょうか。海に誘ってもらえるようプレミアらしさを発揮するものを探してみて。頑張ってみます。シリカとリーファもオッケー？一緒に海に行きたくなるような演出ですか。なんだかよくわからないことになりだした。そんなうんざりした顔しないの。さあ、みんなで夏の女性になりましょう。わー、リズさんかっこいいです。いいわよね、この水着。プレミアちゃんかわいいね。海へ連れて行きたくなりますか？なるなる。それじゃあそっちに行くわよ。わかった。よし、アイテム装着。じゃーん、どうかしら。どうかな。似合っていますか？ああ、リズのそれはなんだ？私？夏で海で女性とくればサンオイル塗りに決まっているじゃない。決まってるのか。褐色の肌にオイルを塗れば海の男たちもタジタジよ。けどこのゲームで日焼けなんかしないんじゃ。そんな細かいことはいいのよ。それより今の私がセクシーに見えるとか。セクシー？あ、リズ、紐が外れてるぞ。気づくの遅いわよ。せっかく頑張ってセクシー路線で攻めたのに。え？もう次行っていいわよ。次
それじゃあリーファ、どうかな。いや、どうかなって言われても、なんで海で木刀を構えるんだよ。修行か？違うよ。これはスイカ割り。一緒にできたら楽しいなって思ったの。あ、なるほど。リーファが構えるとスイカ割りも本格的になるんだよ。どう？一緒にスイカ割りやりたくなった？ねえ、好きって感じで。いや、ついちゃダメだろ。次はシリカだけど。どうですか？シリカのつけているのはシュノーケルだよな。はい、これをつけて可愛いお魚を一緒に見に行きましょう。ちょっとピナ。ゴーグルに随分興味を示しているみたいだな。さっきからシュノーケルに興味津々なんです。シリカの頭が特等席のピナにとっては急に現れた異物だもんな。魚を見に行く前にピナがシュノーケルの存在を許してくれるかどうか。確かにピナがなんだこの邪魔なものはと言っているような気がしてきました。プレミアは、それは浮き輪だよな。はい、泳ぐ時にはこれが必須だそうです。必須ということはプレミアは泳げないのか？そういうことになります。ですが浮き輪があれば安全に泳げると聞きました。そっか、なるほど。さあ、全員を見たところで一緒に海へ行きたい人グランプリ優勝者は決まった？そうだな、俺がこの中で一緒に泳ぎに行きたいのはプレミアだな。私ですか？なんででしょう。勝因は？プレミアは泳げないんだろ。浮き輪も似合っているけど、練習に付き合って泳げるようにしてあげたいなと思ってさ。なるほど、そういうことね。確かに一緒に泳ぎに行ってあげたくなりますね。私はつい水を避けてスイカ割りに逃げちゃったからな。私の勝ちですか？そうよ、プレミアと一緒に泳ぎに行きたいんだってさ。本当ですか？ああ、そうだよ。それはとても楽しみです。おめでとう。いい買い物ができたわね。どうだったプレミア？とても楽しかったです。買い物の楽しさに気づくとは、やっぱりプレミアも女の子ね。次は何を買いに行きますか？あら、やる気十分みたいね。プレミアはこう言ってるけど、どうする？女子だけで行ってきたらどうだ？ぜひまた意見をください。先ほどの水着選びで意見の大切さを知りました。ですって。分かったよ。さあ、じゃあ次は何を買いに行こうかしら。下着を見に行ってみる？下着姿で男の人を悩殺よ。なるほど、行きましょう。それだけは勘弁してくれ。